はい、こんにちは。クレッチョチャンネルです。本日も神々解説でお送りしますが、最後までご視聴よろしくお願いいたします。詳しい解説が気になる方はお手数ですが、音量を上げてお楽しみください。それでは、参りましょう。はい、というわけで、ただいまプレゼント企画実施中です。締め切りの方は3月4日の土曜日ですね。こちらのサムネに詳細ありますので、ご視聴よろしくお願いいたします。はい、というわけで本日はラウンド1でシールドが高い時の攻略法というタイトルでいこうかと思います。はい、でこちら新作のポケモンのニャオハですね。私最近ポケモン攻略をハマっております。そしてこのシールド、まあめっちゃ高いわけではないんですが、ラウンド1にしては正直高めの設定にされておりますね。というわけで2点目、これお尻にタグがあるので早速タグかけで、これストップずっぽしですね。さあどういった反応を見せてくれるでしょう。あった、ギリギリ寄せることまではできませんでしたね。はい、というわけで続いては奥アームで首寄せで行こうかと思ったのですが、ちょっと失敗ですね。はい、というわけでもう一度奥アームで寄せていこうかと思います。さあどうでしょうか。奥アームと右アームで2本で掴んで、さあどうだ、お来たぞ来た。あっと残念ながら奥に打ちちゃいましたね。失敗です。難しいですねやはり。はい、というわけで今度は真ん中を持っていこうかと思います。はい、でこのニャオハ頭の紐はあるのですが、そこまたくくられているんですよね。なので攻略法としてはやはりタグが高いとなると、シールドが高いとなるとタグかけにちょっと頼りざるを得ないのかなというところもありますね。というわけでまた先ほどと同じ形になったので、ここでタグかけいこうかと思います。はい、高確率ゾーンでのタグかけ、はい、これもずっぽしですね。ストップずっぽしです。さあどういった反応、おっとギリギリシールドで耐えてくれましたね。というわけでここは一旦平行移動をお願いいたしました。はい、というわけでここクルリンパでいきますが、さあどうでしょうか。おっとくっそ失敗ですね。残念ですね。今やはりこの経費頭が、まあ重心が頭なので、その頭の腰のクルリンパはなかなか厳しかったですね。というわけで苦し紛れの右アームで頭の紐を狙っておりますが、ちょっと難しいですね。というわけで一旦初期位置にしていただきました。はい、というわけでここから始めていこうかと思います。はい、まずはまた首寄せですね。まあ、シールドの際にそこそこ近いので、さあどうでしょうか。一本で引き上げるほどパワーはなさそうですね。というわけでもうここタグを狙っていこうかと思います。ちょっと見にくい足の陰に隠れているのですが、さあこれはどうだ。さてどうでしょうか。おっとずっぽしですね。はい、ただ引き上げることができずちょっと逃げちゃいましたね。はい、というわけでここも一旦平行移動をお願いいたします。はい、そしてまたクルリンパチャンスですね。狙っていきましょうか。ただ先ほどの乗り方より甘いので、どうでしょうか。これはこれもいかない。くそいかないですね。残念です。はい、というわけでまた初期位置にしていただきました。というわけで真ん中を狙っていこうかと思います。やはりこの景品ね、タグでかけてシールドに下半身を乗せた時に、その後クルリンパというのがちょっとこの流れができませんね。頭の重心が重すぎるので。はい、というわけでもう一度寄せていこうかと思います。
ちょっと爪の角度がまっすぐすぎるかもしれませんね。タグでやっぱ引き上げてこれないってなるとちょっと厳しいんですが、さあどうでしょう。地味にですが寄っていきましたね。このまま寄せていきましょうか。やはりタグ、あのシールドが高いとね、やはりいろんな攻略がその時点でちょっと効果がなくなってしまうので、さあどうでしょうか。これはおっと、これクルリンパ失敗、2回失敗からの後遺症で狙っているとこが全然ずれちゃいましたね。というわけでもう一度しっかりちょっと冷静に戻って、冷静に戻って首で寄せていこうかと思います。さあどうでしょうか。しっかり刺さりました。首の後ろには行きました。さあここからどうだ。おっと持ち上がって、はい来ましたね。マッチョが寄せでゲットです。はい、マッチョゲット、はい来ましたね。これ良かったですね。右アーム首の後ろゴリゴリに寄せて寄せるのですが、この後ですね奥アームがしっかり関与するんですね。ここでなのでギリギリしっかり1本でも寄せてから最後3本で引き上げることができ、おっと重心の球がギリギリですがシールド内側に入ってきましたね。はい、というわけでちょっと手こずっちゃいましたが1500円なので、まあまあまあ新作のポケモンなので、まあ悪くはないかなと思います。チャンネル登録コメントお待ちしております。はい、そしてこちらの相方さん、ちょっと名前忘れちゃいましたね、を狙っていこうかと思います。初期値頭の紐ぶっ刺しですね。はい、ずっぽしだったのですが倒れちゃいました。というわけで続いて寄せていこうかと思います。でこの景品はワンマルなのでなかなか難しいのであまり深追いはしたくないのですが、さあどうでしょう。やはり難しいですね。というわけでもうちょっとここはやめておきましょう。なんか沼る感じがしたので、はい、はい、続いてこちらのトムとジェリーですね。こちらもシールドまあまあ高くなっております。まず一旦下半身を引っ張ってシールドに寄せていこうかと思います。さあどういった反応を見せてくれるでしょうか。いい感じですね。何がいい感じかというと高確率ゾーンでタグ、これよく見たら見えておりますよね。というわけで左アームでタグを狙っていこうかと思います。はい、これストップズっぽしです。さあどういった反応を見せてくれるでしょうか。来ましたね。はい、マッチョがタグ掛けでゲットです。タグ掛けゲットです。来ましたね。はい、来ました来ました。というわけでリプレイで見ていきましょう。やはりシールドが高いとクルリンパとか要するにシールドに立てかけること自体がそもそも難しいので、やはりこの必殺技タグ掛けがかなり有効に使えてきますね。はい、というわけでこのトムとジェリーもタグ掛け200円ですね。でゲットです。はい、200円、高得ですね。はい、タグ掛け皆さん頑張って練習してみてください。はい、というわけで本日もプレッチョジムからお送りいたしました。それではこの辺でお別れのお時間です。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら、さよなら、さよなら。